うむ、なるほど。少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃな。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろ。おい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと全て本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にもわかる日が来るじゃろ。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい、すでにあの渡墨島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残氷というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。産後の宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも何時に頼み事があったからなんじゃ。何時、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそ雷電将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃああの刀で切り開かれた空間が。
一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務はすべてただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。つまるところ失うのが怖いんじゃ。何時とわらわは同じ立場におる。何時はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせばあやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にそれを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。何時がそこに行けたということは、つまりあやつは何時に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころかあの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。何時の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、何時のために特別に用意したんじゃ。あの子
は何なんだ？ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろう。まだやらぬのか？もしやライデン将軍に恐怖を植え付けられたのか？岩山八九。剣女盤石。なかった。
一体どこから。ベニー冒険団出発。他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。神里綾。
わらわにそれを聞くのか。そうじゃな、わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。おえ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜその感じ、わらわのキツネお姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。調子に乗るな。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのは、わらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対雷電将軍特訓第2幕と行こうか。まだあったのかよ。そばにいてくれ。天道万象、いざ火炎よ、燃やし尽くせ。なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあオイラたちはこれで雷電将軍に勝てるのか。まあ全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ダンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、何時は抵抗軍をどう見る。うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、
ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。ここで話すとしよう。何時が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり一番重要なことが何なのかわかるか？あ、なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の2つはファデュイと結託しておる。ふん、欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、二つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、二つの奉行とライデン将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻陣に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、汝をきっとライデン将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。やつを捕らえろ。はっ。九条空。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？ちっ、八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので？友と語らっていただけに過ぎぬ。
かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。よい。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃの九条サラ殿。将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断、私に不服はありません。はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされた者に過ぎぬ。稲妻を陥れる悪政じゃ。そして盲目的に従っている者は他でもない。何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ。理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高雪様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は高雪様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ。三日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから何時の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り何時に見せてやるしかなかろう。三日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼も連れて行きます。ああ、よいぞ。三日後、何時のお越しをお待ちしておるぞ、お客人よ。びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか。分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な称賛のある者などいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ。3日しかないんだぞ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。
じゃない無事なだ。終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か？でも終末版ってなんだ？終末版はシャブ業にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ業は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では何時らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。お、もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろう。少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともまあまああることじゃろう。分かったようじゃな。幕府軍の南寺に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば南寺の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。トーマー！トーマー！
君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、様々なことを経験したようですね。状況は全て理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提示した上層に何か問題があったのかもしれません。それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。だけど上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。そうですね、宵宮の花火。遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになってもうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になればトーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。全てが終わってからまたきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回鍋遊びをやろう。まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。くれぐれもお気をつけて。終わったらここでまた会いましょう。じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探しに行こうぜ。計画が順調にいきますように。花火は夜の方が目を引きます。できれば夜まで待ってから計画を実行する方がいいでしょう。やはり昔の本の方が面白かった。